さあ、突然の宇宙ですが、前回の続きです。そうか。僕は。何やってたんだろうな、僕は。何のために生きてきたんだろう。違うか。最初から生きてなんかいなかったんだよな。最初から僕はザンザに、僕のしてきたことは無駄だったっていうのかい。この声は。それを決めるのは誰でもない。君自身なんだよ。さあ、怪しいやつがどんどんその怪しさを加速させていますね。さあ、ここを覚えているでしょうか。コロニー6です。お久しぶり。かなり前半のマップですけどね。そうだ、これミゴールさんたちが作ってくれた新しい武器。シルクのモナドなくなっちゃったから。マシーナの技術の粋を集めた武器なんだって。起きたら使ってね。モナドレプリカです。みんなで生き残ろう。お久しぶり。エンターおよびノポンからの避難民はコロニー6に収容した。大概ここは寄進兵が要塞化してくれていたからな。うん、しばらくは持つ。アルビスさん、普通にいるね、ここに。皮肉なもんだな。ザンザから逃れたいのに、その体である巨神からは離れられないってのは。まあ、俺たちが暮らす大地だしな。姫様、一つだけ確認したい。避難しているハイエンタ、大丈夫なのか。確証は持てないが、おそらく大丈夫だと思う。生き残った者たちは、私同様、すべてホムスとの根結だ。そうか。彼らが変異するときは、私もまた。もしそのときが来たら、遠慮はいらない。良いのじゃな。それが、運命と受け入れる覚悟は皆できている。そんなことあるわけねえ。でなけりゃ、陛下やカリアンさんが、メリアにハイエンターの未来を託した意味がねえ。だな。しかしメリア、俺たちは生き残るためにザンザと、そして、テレシアと戦わなきゃならない。すべてのテレシアがそうではないとはいえ、かなりの数のテレシアが元はハイエンター。メリアの同胞、市民たちだ。覚悟はできていると言った。たとえ同胞をこの手にかけることになっても。そうなんですよ。赤モートあったと思います。おそらく前半最後の、まあ、拠点のようなところだったと思うんですが、そこにいた人たち全員テレシア化しております。勉学を学ぶためにね、先生にいいものをあげるんだとか言ってた少年とかもみんなテレシア化してます。名前になって登場してるんじゃなかったっけ。
命に別状はないみたい。ディクソンに打たれた傷は塞がっていたから、多分メイナスが最後の力でシュルクを守っていてくれてたんだと思う。そうか。今リナーダが見てくれているわ。フィオル目覚めないの。シュルク、シュルクの意識は暗く冷たい湖の底に沈んでしまったかのよう。いくら呼びかけても何の反応もない。クソ、ザンザの野郎。こんな時にもしテレシアが襲ってきたりしたら。そん時はシュルク抜きで戦うしかあるまい。そのために皆で防備を固めておるんだからな。わしらの作った武器もちっとは役に立つじゃろうて、うん、やるしかないよな。徹底的に抗ってやる。本当に抗う意味があるのかな。どういう意味だアルビス。言葉のままさ。僕たちは巨神からザンザから発生した生命だ。それがザンザの意志でテレシアによってその体へ帰ろうとしている。病気や寿命で普通に死んでもそのムクロは巨神へと帰る。どちらも同じこと。何ら異なるものではない。違うかい。ああ大違いだぜ。なんせ一方的にやられるんだからな。俺たちにだって生きる権利はある。そうだな。たとえ創造主だろうと、そこから生まれた命を好き勝手に奪っていいって道理はない。それは僕らの尺度でのものの考え方だ。彼は神だ。神には神の尺度の考え方があるんじゃないかな。それじゃお前、俺たちは黙って死ねばいいってのか。それが神の定めた運命ならば。運命を受け入れて座して死を待つほど俺たちは達観しちゃいない。どこまでも抵抗してやるさ。たとえその結果この命散ろうともな。ザンザにとっては結果は同じことだよ。それでも戦うのかい。ああ、大事なのは結果じゃない。抗おうとするそのラインが主人公してる。無駄死に出会ったとしても。アルビース、お前はどっちの味方なんだよ。それともビビったのか。あのテレシアを前にしてよ。やめるんじゃ。わしらで争っても意味がない。フィオル、ごめん。ちょっと気分転換に外の風に当たってくる。さあ行きましょうか。まあ、本来あれ、お、え、マジで？こんにちは。何？あ、食料が不足している。はい。鍵を落としてしまった。拾ってこいと。うん、こんなのがあったんだね。さて、まあとりあえずこの任務は後で消化しておくんじゃないかな。うん、結構大掛かりな任務っぽいですね。はい、了解しました。まあそれはいいんですけど、ですね、コロニー6、超久しぶりですが、覚えていらっしゃいますでしょうか。あのボロボロだったところ、何もなかったところが、ちょっとコツコツと作業した結果、見てください、この華やかなね街。まあ一部ボロいところは残ってますが、まあそれなりに様にはなってるんじゃないでしょうか。これでもまだね、レベル3か4くらいだったと思います。まだまだ大きくなります。まあ、復活させるとこのように絆トークができる場所が増えたりとか、いろいろあります。1周目の時は完全無視してたのでね、ほぼ廃墟同然のところに、さっきのジャンクスが止まってる状態でした。さて、では、矢印に従って進んでいきますか。いやー、この BGM 懐かしいですね。最近ではもっぱらそのスマブラの方で思い出す感じだったので。さあ、早くも到着でございます。え、電池ない？さっき充電したんだけど。
大丈夫なの？調子悪そうですね。やっぱり分かっちゃう。ごめんね、気を使わせちゃって。そんなに辛いのか、その体は。そこまで辛くはないんだけど、みんなが気になるかなって。あ、そんな顔しないで。結構気楽なんだよこれ。食べ過ぎとかもう気にする必要ないし。そういうものか。この体、胸のパーツからのエネルギーで動いてたんだけど、あれもモナドだったんだね。不思議な気分。モナド？そのモナド、ザンザに奪われたのではないか。ではどうなるのだ、その体。しばらくは大丈夫。溜め込まれたエネルギーがまだ残ってるから。しばらくって。ネリア、もし私がいなくなったら、シュルクのこと。言うな、そんな言葉。どう答えればよいというのだ。ごめん。ごめんね。お前が謝ることではない。そうだね。じゃあありがとう。シルクが起きたら言わなくていいのか。うん、あいつ気を使いすぎちゃうし。そうだな、そういうやつだったな。私ね、本当はもう死んでるんだ。鬼神兵に襲われた時。フィオル。だから今は幸せなの。どんな体でも生きていられるだけ。わずかの間かもしれないけど、シルクのそばにいられるんだから。そんなに好きなのか。うん、だから私は戦う。シルクの力になるために。さあ帰ろう。みんなを心配させちゃう。ああそうだな。ねえメリア、さっきの話みんなには内緒にしてくれる？ダンバンさんあたりが反応しそうだな。心配はさせたくないということか。強がりだな。かもしれない。でも時が来たら自分で話すから。わかった。これはかなわないな。この警報は？フィオル、急いで戻るぞ。ええ、来たか。ではフィオルンとメリアを入れ替えます。なぜならフィオルンの方が移動速度が 1.25 倍速いからです。ジェムのおかげですね。ほら、一瞬にしてメリアを置いていくほどのこの足の速さ、凄まじいぞ。急いで戻りましょう。さあコロニー6。そう、あんなにボロボロだったらこっちから見たらまた違った風景が楽しめますね。まあ今はそんなこと言ってる場合ではありませんが、ちょっとダッシュで戻ります。どちら辺だったっけ。広くなってるせいで逆に分かりづらいですね。こっちだと思うんですけど、こっちだね。オッケーオッケーオッケー。どっちだ。危ない危ない。よし、ただいまー、到着。この警報、まさか。テレシアだ、テレシアの大軍が攻めてきたぞ。すぐに来るね。どう、私も行く。フィオルンはシルクを。ここで戦わないでどうするの。それでもしみんなを守れなかったら、シルクが起きた時なんて言えばいいの。フィオル、そなた
早くもあいつ呼ばわりのディクソンさんです。そうよ、嬉しいか。誰があのハイエンターのアンちゃんは無駄死にだったってわけさ。そう睨むなよ。なーに、いずれ合わせてやるぜ。残像様に帰りさえすりゃそのうち生まれ変われるかもな。ひょっとすると今度は恋人同士か。貴様、兄上を愚弄するか。往生際が悪いんだよ、てめえらは。いい加減諦めろや。戦闘か。さあ、戦闘だった場合まだシュルクがいないので、まだここにいます。ザンザやメイナスは自身の存続のために自らが生み出した生命をより知ろうとし、新たな肉体を得なければならない。魂だけでは永遠に存在することはできないんだ。そう、この世界のすべては彼らが存続するために生み出されたもの。自らが生み出した存在であるがゆえ、それらの思考や行動、未来の姿は彼らの手中にある。それが因果律でありビジョンなんだ。ザンザの思惑通りに人は生き、そして死ぬ。彼の世界を存続させるために。僕らの滅びは最初から決まっていた。僕らのしてきたことは全て無意味だったんだ。果たしてそうかな。君をより知るとし、復活を果たしたのは彼の思惑通りだった。メイナスからモナドを奪い、世界の全てを意のままにする。これもそうだ。なのになぜ今さらザンザは君たちを滅ぼそうとする。そんなことをする必要がどこにある。それはそうしなければならないんだよ。彼はそうしなければ彼の存在そのものが危ういんだ。僕らの存在が邪魔ってこと？うん。だけど脅威なのさ、因果の流れの外にある存在が。本来なら放っておいてもいいはずですからね。ザンザやメイナスが生み出した生命は長き年月の果て流れの外に出ようとしている。それは彼らの滅びを意味している。メイナスはそれを受け入れ、だからこそ託したんだ、この世界の未来を君たちに。君はビジョンによって何度か因果律を書き換えてきた。本来死ぬはずであった人たちの命を救ってきた。救えない命もあったよ。完璧なものなんて存在しやしない。それは悲しいことではあるけれど、そこから学び新たな一歩を踏み出すこともできる。ザンザのではなく君たち自身の足でね。僕たちの足で。さあどうする、シュルク。ザンザに定められた道を歩くのか、それとも君たちの足で新たな道を歩くのか。モナドはその歩み先に待っているよ。そんなこと最初から決まってるさ。定められた道を歩くつもりならこんなところまで来やしない。未来なんか見えなくてもわずかな可能性があるなら僕は歩きたい。これからも自分の足で。きっとフィオルンもラインもダンバンさんもカルナもメリアもリキもみんな同じだと思う。そう、ならば踏み越えなければならない。未来に向かって歩くために。アルビーズ、君はもう分かっているはずさ。僕が何者か、そして君が何をなすべきか。
なるほど、まあ、モナドは思いの力ってありましたからね。今の光はシュルクが自分自身のモナドを見つけたみたいな感じなのかもしれません。勝手な解釈ですけど。やる気かよ。敵、負けないもん。コロニー6を守るんだもん。そうよ。ここから先は一歩も踏まないわ。雷雨か。行くぞ。テレシアを排除する。ああ。ジュジュがいますが、ジュジュは戦闘に参加するとかそういうことではありません。戦闘か。さーて、どうしましょうかね。これ回復薬いるよね。今回は女性3人でいきますか。久しぶりね。よし、メディア操作でいきましょう。久しぶりに。よし、レベルは結構余裕ありそうですが、よし、まあ集中攻撃1人ずつ減らしていきましょうか。おりゃ、さあどんどん召喚魔法がかなり数増えてますので、これを生かしてねやっていきます。よし、さあエーテル力上げていろいろ発射していきますか。アイスとフレア、よし発射。ただね、これメディアね、かなり火力あるんですよね。だからすごいね、ターゲットこっち来るんですよ。なんでうっかりしてるとやられてしまいますので、まあフィオルンたちにヘイト取らせつつって感じですかね。さあ時間ヒールを与えて、まあちょくちょく少しずつ攻めていく感じでいきましょうか。まあもう終わりですね。おい、じゃあヒールギフトでちょっとフィオルン回復しましょう。こんなこともできます。今はね、回復もできます。さあ命中が上がりましたが、メディアの攻撃は当たるんじゃないの。よし行こうか、チェインアタック。まずはエレメント発射。終わった、一発終わっちゃった。ちょっともったいなかったかな。こうしてみるとすごい強くなったね。シルクさんさえ無事ならモナドの力があれば、こんなやつらやられるかよ。モナドだって冗談、ザンザにもらった力なんて願い下げだぜ。強がり言えるうちはまだまだ大丈夫ね。強がってないって。ラインの言う通りだ。俺たちは頼りすぎていたのかもしれん。モナドやシルク。そうよ、巨神と戦うって決めたんだもの。私たちの力でやるの。頑張るね。まあこの程度でくたばるようなら俺の相手をする資格はないってもんだがな。ここで終われるか。大丈夫か。無理しやがってる。フィオロン、平気よ、まだいける。強がりはよくねえぜ。認めちまえよ、もう限界ですってな。誰が。みんな大恐竜たくさん来たもん。おかわりだ。全てがザンザの思い描いた通り。そうかもしれん。だがそうならば、この心意志はなぜザンザの思い通りになっていない。どれほど大きな力で押し潰そうと、俺たちの手で掴み取れる未来はあるはずだ。必ず。ねえよ、そんな未来は。見ろや、
これがお前らの未来だ。みんな心配かけて。シルク、おかえり。ただいま。あの小僧、今何をしやがった。確かめるしかないか。俺の力でよ。シルク、上。フィオルのモナドも戻ったか。よう小僧、最後の授業始めるとするか。ディクソンさん、見せてみろよ。お前にザンザ様に抗う力があるのなら、この俺に。さあ、シュルク復活です。おかえり。よし、やるぞ。まあ、ヒロイン3人で、ヒロイン3人じゃない、これはシュルクも一応ヒロインみたいなもんだけど。さあ、この3人行きましょうか。体力ちょっと不安だよ、気をつけてね。おー、思考読み早いね。よし、とりあえずミスが多いからさっさとあれを当ててしまいたいところだね。モナド、ミスが多い、さすがにね。当てないとちょっとモナドは増えないので、ちょっと当てない、気をつけて。いい、転倒起こす。そろそろ当たんないかな。モナド使わないとちょっと始まらないですよ。回復、励ます。ちょっと励まさないと。そろそろ終わり。あかん、話しかけられない、励ますことができない。そろそろ当たんねえかな。きついよ。無理や、回復。これ多分フィオルンを励まそうとして、メディアさん何もできてないんだね。そろそろ当たんない？もう知らない、体力減ってでもちょっとこれは当てます。さあ、ちょっとシュルク君の体力余裕ないから気をつけて。無理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 、ヒアショットが無理、マジ無理。あぶね、回復。よし、行くぞ、反撃開始、行きましょう。横だね、スリットエッジ、スピアブレード、発射。さすがに繋がらないか。こっち向いてる、こっち向いてる。回復したいな、回復したいな。よし、横から。体力は少なめですね。回復、メディアが危ない。 OK、まさかのシュルクが回復役になってるんだ。もう終わりですね。バックスラッシュ、オッケー。あの小僧、やはりこっちの動きを読んでいやがる。どういうわけだ、まさか。シュルク、お前その力見えたんだ。未来がモナドはないけど、僕の内から湧いてくるんだ力が。よっしゃ、そうと分かれば怖いもんはないぜ。ち、面白くもねえ。おい、いつまでそっちにいるんだよ。俺だけに押し付けるってのは納得いかねえな。アルビース。アルビースだと？アルビース、お前まさか。そうよ、
そいつはザンザ様の使徒、賛成の一人よ。嘘でしょ、あなたまでもあいつの仲間だなんて。アルビース、そなたが今まで高級に仕えていたのはこのためだったのか。おい、なんとか言えよ。シュルク、いいんだ、彼が何者であろうと僕らのなすべきことは変わらない。そうだろう、アルビース。そう、その通りだ。君たちは越えなくてはならない、その足で。あのテレシアは、やはりお前はザンザの手先なのか。戦うしかないのは。なんかすごい懐かしい気がするね。なでなでしてたね、序盤の頃。存分に君たちに生き抗う意志があるのなら。さあ厳しいね、連戦だ。さあ今度はすでにモナドが溜まっています。すぐに行けますね。よし、じゃあ早速ちょっとバックスラッシュいただきましょうか。よし、いって吹っ飛んだ。これ気絶入りそう。入らない、意外と優しかった。なんかテンション下がってる、テンション下がって、やばいやばい、上げていこう、上げ上げでいきましょう。スイッチ入れて、何これ、え、晴天拡散粒子砲。痛い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 、やばいやばい、急いでゲージ溜めよう、ゲージ溜めよう、ちょっと立て直すべき。よし行こう、転倒させてやろう。エアスラッシュ、しかし崩す、転ばせる技を覚えてなかった気がするぞ。ダメだしゃあないな、じゃあビームでも打っておこう。 OK、ここは発射だね。コンボはつながらない、回復しないと。よし、鎧、よしよしよし、縦の方が良かったか。あ、落雷、これだったら正しいですね。すでにダメージは抑えていますので問題ない。で急いでこのうちに全部使っときましょうか。これバックスラッシュでいいんじゃない。ケツガラキですよ。オレオレオレイ、よし、押してけ押してけ。こっち向いた、やばい。次はこうしてみるとできる、テレシアバスター 7はちょっと防げるかどうか自信ないですね。倒しきった方がいいな、体力少ないですし。終わり、 OK。これでてめえらの手駒はなくなったぜ。いや、まだまだ後ろに、うん、俺たちを甘く見るんじゃねえ小僧、君たちの抗う意志見届けた。そろそろ決めないかい、この世界が君たちのものなのか、ザンザのものなのか。いいよね俺は構わねえが、ザンザ様はなんて言うかな。彼も望んでいるさ。そう、彼は見ているからね、彼のビジョンで。そういうことなら。どこ行く。分かっているよね、シルク、君なら。ああ、行くさ、必ず。待っているよ。簡単にはたどり着かせないぜ。ええ、僕も簡単だなんて思ってやしません。言うようになったじゃねえか、楽しみにしてるぜ。震えている、俺がシュルクの小僧に
面白い。俺がブルチマウヒが来るなんてよ。じゃあもうちょっと続きますね。ダンバーさん、フィオルンを見ませんでした。ああ、外の風に当たってくると言ってたな。近くにいると思うんだが。わかりました。僕探してきます。さて、一人操作か？あ、即イベント。やばいんではこれ。フィオルン、ここにいたのか。あ、シルク。どうしたの？ううん、なんでもない。静かだね。ついさっきまでテレシアの襲撃を受けていただなんて信じられないくらい。ザンザは僕らとの決着を望んでいる。自分が見たビジョンを現実のものとするためにね。この静けさは一時のものに過ぎない。また来るのね、テレシア。私たちをこの世界から排除するために。そんなことは絶対にさせない。何があっても屈しちゃいけないんだ。ザンザに、いや僕らを縛る運命に。アルビース、なぜあんなことを言ったのかしら。あんなこと、この世界が私たちのものなのかザンザのものなのか決めようだなんて。なぜ彼はザンザについたの？彼は力が欲しいの？自分だけ生き延びたいの？どうかな。そんな単純な動機じゃないんじゃないかな。アルビースには、アルビースだけは未だによく分かりませんからね。何がしたいのか。でなければなぜあんなにも夢の中で僕に語りかけてくれていたのか説明がつかない。夢の中でシルクに？それを確かめるためにも僕は行かなくちゃならない。ザンザンのところへ。うん、私もメイナスから託された思いを果たさなきゃ。ねえシルク、私に何か用があるんじゃなかったの？ああ、そうだ。リナーダさんがフィオルンのことを探してたんだ。体の具合を見たいって。ジャンクスに戻ろうか。そっか、ごめん。シルクは先に戻ってて。私は後でリナーダさんのところに行くから。もう相当ヤバいみたいだね。もう少しここにいたいんだ。そっか、分かったよ。じゃあ先に行ってるね。うん、ありがとう。参ったな。リナーダさんのところに行ったらこの体のことバレちゃうよね。うまくごまかす理由を考えなきゃ。もう少しだけシルクと一緒にいさせて。ザンザは巨神の体内にいる。間違いないと思う。そこにディクソンもいるんだな。はい、おそらくアルビースも。けどよ、あいつらのとこへどうやったら行けるんだ。巨神の体内ってことはでっかい穴でも掘らなきゃたどり着けねえよな。何年かかるもん。リキ、おじいになっちゃうだもん。割と今でもおっさんだもんな。実はその件なんだがな、わしらの調べで巨神胸部に体内に通じる大きな穴が開いておることが分かったのだ。エギルが最後に放った一撃でうがたれた傷だよ。それじゃあ、ああ、巨神界連合軍がテレシアを迎え撃っている間にお前たちは巨神胸部の傷口から体内へ乗り込みザンザを撃つ。ジャンクスで出撃する準備が整い次第父様に伝えてください。よっしゃ、やってやろうじゃねえか。負けないもん。家族のためにも絶対負けないんだもん。俺たちに生き地、神様にも見せつけてやらないと。エギルさんがやらなきゃいけなかったことって感じがしますね。道は繋がってるよ。全
全ての命をもてあそんだ罪償わせてやりましょう。シルク、ああ、行こう。巨神胸部へ、僕たちの世界をザンザの呪縛から解放するために。さあ、いよいよ最終ステージです。